今日は少し話したいなというふうに思います。この2年間コロナで、テレワークがかなり進んだということも言われており、いろいろな雑誌でテレワークの、どこまで進んだかというのがデータが出ていました。そのデータを見る限り、北海道のテレワークの、状況というのは、やっぱり関東圏と比べると圧倒的に、その活用は低く 20% となっているということです。テレワークが、進まない理由に、挙げられているのは、一つの原因としては、大企業はテレワークは進むのだけれども、中小零細企業はなかなかそこが進んでいないということを、データでは言われていました。つまり、田舎に行けば行くほど大企業は少ないですから、テレワークの進み具合というのは非常に少ない。そして経営者のその意識というのが低いということを、そこのデータを調べた会社ではリサーチしておりまして、そのように判断をしてました。この北海道で事業をし経営をしている人たち、私を含めですけれども、果たしてその意識が低いとか高いとか、そういう状況でテレワークの導入をしていないのかしているのか、一概に言えないんじゃないかなというふうに私はちょっと思えてます。その記事はですね、記事を書いた方が、確か竹中平蔵さんの会社パナソですか、あの会社の調査員が書いたデータなので、若干色眼鏡がかかっているのではないかとはちょっと疑ってしまったんですけれども、いわゆる経営者の意識格差が、この企業の格差にこれから大きくまた拍車がかかると、一日も早いテレワークの導入が求められるというようなことを言ってました。私はそのテレワークを導入しなければ、格差が広がるっていうその理論は、その数字から見るのはちょっと危険じゃないかというふうに思ってます。もちろん業種業態によってテレワークを入れた方が、働き方が改善されるという場合はあると思いますが、テレワークが必ずしも、素晴らしい、選択肢とは思えません。時にお客様と膝をつけ合わせて、やり取りをして商談を取っていくということも、テレワークと比べると私なんかは圧倒的にそちらの方が、強いと感じています。いわゆる電子だけで、電子情報だけで、契約を取るというのはなかなか難しい。しかしながら、人対人で勝負した場合には、これが圧倒的な確率で勝因が上がる。そのように私の場合は、私のビジネスではそのように、そのような成果につながっています。で、私自身小さな会社で IT 系ですので、テレワークというものは言ってみればテレワークです。最初から最後までテレワークです。ですので、特別なことではないと私なんかは思ってしまうので、それを一般の企業さんが方法論ありき、テレワークはやらねばならぬでやってしまうと、ちょっと危険な匂いがするなというふうに思います。まあちょっと歩きながらですいません、支離滅裂になってますけれども、そんなテレワークの導入の話でした。北海道が進んでない 20% 以下でも、20% 以下だから、うちは導入しなきゃって焦る必要はない。それはそのビジネスの、自分のビジネスの、ビジネスモデルや、また業態業務体系で
全然変わるということ、あと抱えている従業員の数や、その、どのように人を集めて、仕事をなしているかというところでも違ってくるんじゃないかなというふうに思うわけです。はい、それでは今日はここまでとしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。